反地球。反地球とは、太陽を挟んだ地球の反対側にあると空想された、架空の惑星。対地球とも言う。英語で、カウンターアース。太陽を挟んで地球のちょうど反対側となる位置に、地球そっくりの惑星があり、その惑星の光転周期や軌道は、位置が違う他は、地球と全く同じなので、常に太陽の向こう側に位置して決して地球からは見ることは、 できないという考えは、半地球などと呼ばれ、昔から人気のあるものだった。半地球の概念は、アリスタルコス・コペルニクス的な太陽中心の地動説より古い。半地球の存在を最初に主張したのは、古代イギリシャのピタゴラス学派のフィロラオスである。彼は最も初期の地動説論者の一人だが、彼が地球に変わる宇宙の中心と考えたのは、太陽ではなく、 仮想的な非、中心化である。彼は、中心日の周りを光転する地球の、カウンターウェイトとして、半地球が必要だと考えた。なお、地球以外の天体は、エーテル体で、質量はないと考えられていたので、カウンターウェイトは、必要ない。地球の時点と光転は、同期しており、半地球と、中心化は常に、地球の片側からしか見えず、 人間が住んでいるのは見えない側であるとされた。ただし当時はまだ地球平面説が支配的であり、彼も地球と反地球は平面だと考えた。地球の反対側からは反地球と中心尾が見えると、しても、そこは平面地球の裏側であり、訪れることは不可能である。反地球説は銃を完全な数だとするピタゴラス学派の進行にも合致していた。 当時、太陽月プラス5大惑星地球、恒星点の旧天体が基地であり、恒星はすべて1枚の天球に固定されているので一つと数えれた、これに半地球を加えれば10となる。天文学や天体力学の発達によりこのような惑星の信憑性は失われ、太陽系の未知の惑星候補からは消えていった。1619年にケプラの法則により、 軌道長半径と光転周期の関係が明らかになると、反地球は太陽の影ならどこでもいいというわけではなく、地球と同じ軌道長半径でなければならなくなった。また、離心率など他の軌道要素も地球と同じ軌道要素によっては正反対である必要があり、そうでないと太陽の影からずれてしまう。1760年頃レオンハルトオイラーにより、 制限三体問題の直線回、後にラグランジュ点、LLL と呼ばれる軌道が発見されると、半地球があるとしたらその軌道は、地球より、わずかに太陽から遠いえるということになった。同じラグランジュ点の LL には、トローヤ群小惑星が存在し得る。地球軌道の L にあるは、初めて存在が確認された地球の、トローヤ群小惑星であ。ただし、地球の L には、未発見が、 これは、LL が有効ポテンシャルの極小点であり安定なためである。しかしそれに対し、L は安定に過ぎず、不安定である。つまり、半地球がわずかでも、L から同系方向に外れると、坂道を転がり落ちるように L から遠ざかってしまう。したがって、軌道修正をしない天然の天体が L に止まり続けることはできない。さらに、太陽系内の物体は、 惑星からの接動により、国一国と軌道要素が変化するため、太陽の裏側に止まり続けるのはさらに困難になる。また逆に、基地の太陽系の天体、特に地球近傍小惑星や、水星の軌道が半地球による接動で変化するため、たとえ光学的に観測できなくても、惑星オーダーの質量がある天体ならその存在を確認出る。1846年には、 同様の原理で、海洋星が発見されている。地球そっくりの惑星があるというアイデアは、SF 小説などに好まれた。サイエンスエンターテイナーのアスカ・アキオは、1990年代から、実著の中で、NASA から流出したと称する天体写真を示し、その写真を根拠に、第12番惑星ヤハウェ、あるいはクラリオンの実在を主した。当時は、 冥王星がまだ惑星と分類されていたので、冥王星が第9番で、未知の惑星は第10番からカウントされるアスカが主張する、第10番は軌道傾斜角の大きい、超冥王星、あるいは NOX、第11番惑星は小惑星体のもとになったというファイトンだが、怪しさはいずれも似たり、寄ったりである。彼は衝突する宇宙を参照し、 この惑星が、ガス惑星とされている木星の大赤半直下に存在する超巨大火山、クロノスから飛び出して、ファエトンを破壊後に火星をひやがらせて、今から4500年前、4500万年ではない、地球に襲来し、超積力で月を破壊して、そこから噴出する水によりのあの大洪水を引き起こして、当時生きていた恐竜を滅亡させたという、 現代の常識からすれば到底信じられない、俗に言う、とんでも説を展開している。しかし、その、NASA から流出したと称する天体写真は、カール・セーガンの TV 番組を編成した、資料集、コスモス宇宙、オーブン社に掲載された、土星の衛星、タイタンの模型の写真を、加工、画像処理したものであった。 山本博の太陽系の雪道はヤファウェがないことを示している。ヤファウェの写真は金星を加工したものらしいとする批判に対し、アスカは山本氏の言うケプラの法則に違反しているというのは間違いで天体ショーの軌道を描いているからと公表済みだと反論した。アスカはその後、木星を赤藩の謎と別レヘムの星で、昔の写真はタイタンを加工したもので、実際は青く、 金星に告示した惑星だという説を披露した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。